まあ、あの県を代表しておりますので、あの県のまあ方針というようなことで、まあ選定にあたりましてはですね、まあ、いいあの果実品種をまあ確保するためにも、まあ、適度にあの光がよく当たるというようなことと、あと薬剤ですかね、そういったものがムラなくあのかかるというようなことで、あのまあそういった品質を下げるようなあの枝、あの光を遮るような枝、そういったものをまあ整理をしながらですね、全体的にあのまた省力的なことということも考えなければなりませんので、あの作業性のいいそういった木、の木作りということであの考えております。主にまあ間引きを中心にはなろうかと思いますけども、あのまあ、あの流し剪定も含めながら、いい品質でありつつあの省力化というようなことをあの考えております。ありがとうございます。